与党党首会談のため官邸に入る公明党山口那津男代表イコール29日午前。首相官邸春名中撮影。安倍晋三首相は29日昼公明党の山口那津男代表と官邸で会談し、働き方改革関連法案などの重要法案について、国会の会期内でできるものは、しっかりやり遂げてほしいと述べた。これに対し、山口氏は、政府には国会の求めにきちんと対応してほしい。説明責任も尽くしてほしい。その上で政府、与党で結束して当たりたいと注文をつけた。また、山口氏が、学校法人森友学園と加計学園をめぐる疑惑に関し、国民が納得、理解いただくことが大事だ。政府として誠実に取り組んでほしいと求めると、首相は誠実に取り組むと答えた。山口氏が会談後、記者団に明らかにした